はい、皆さんこんにちは。靴磨き芸人の工藤と申します。よろしくお願いします。はい、ということで皆さん、ドクターマーチン履いてますか？やっぱりですね、このドクターマーチンの革靴っていろんな服装に合わせやすいので、自分も結構ガツガツ履いてはいるんですけれども、やっぱりですね、登板機会多いと気になってくるのが靴の汚れで、このアッパーのところに関してはですね、靴磨きの際に汚れ落としで汚れを落としたり、ワックスで傷を埋めてあげたりすれば結構綺麗な状態を保つことができるんですけれども、厄介なのはここ分かりますか？ドクターマーチンのトレードマークにもなっているこのイエローステッチ、ここがですね、どうしても汚れてしまうんですよね。で、汚れてしまうとですね、やっぱり革靴っていうのもあって、なかなか水洗いとかもしづらいじゃないですか。なので、ここの汚れ諦めてしまう方が結構多いんですけれども、実はこのステッチの汚れ、簡単に落とすことができるんです。さあ、ということで今回はですね、ドクターマーチンのこのステッチの汚れ、こちらですね、実はめちゃめちゃ簡単に落とすことができるんです。ということで今回、こちらのドクターマーチンのステッチ、綺麗にする方法をお伝えしていきたいと思います。それでは実際にやっていきましょう。はい、ということで早速やっていきましょう。使うものはこちら M モーブレーのスティンリムーバー、それと綿棒のみでございます。さあ、もう本当にこれだけで汚れ落としがしっかりとできるんですね。もうこの2つだけってところでもお手軽さがにじみ出てると思いませんか？で、今回クリーナーに関してはこちら液体タイプのものを使わせていただいております。で、なぜこういった液体タイプのものがいいかと言いますと、まあ、クリーム状のものでもいいんですけれども、液体タイプの方がですね、こういったステッチの奥のところまでクリーナーが染み込んでくれて、汚れをしっかりと浮かしてくれて、そしてそのクリーナーとともに汚れをしっかりと落とすことができる、そういうことができる点でですね、今回液体タイプのものを使用しております。さあ、ということでもう本当に簡単なので、一瞬で終わっちゃうので、皆さん見逃さないようにしてください。それではやってみましょう。まずはこちら、ステインリムーバーをですね、適当な容器に入れていきます。まあ、靴クリームの蓋だったり、まあ、缶とか瓶の蓋でも何でもいいんですけれども、今回適当なものがなかったので、こういったペットボトルキャップの中に入れていきます。まあ、直接綿棒につけてしまってもいいんですけれども、まあ、それだとこぼれる恐れがあるということで、今回こちらの中に入れて使っていきます。ということでね、やっていきましょう。まず綿棒の片方にですね、こちらステインリムーバーを軽くつけていきます。まあ、軽くと言わず、まあ、結構がっつりつけてしまってもいいんですけれども、でつけていきます。で、こういった汚れを落とす部分に、こちらをクリーナーをまず染み込ませていきます。しっかりと染み込ませてくださいね。まあ、大体ステッチ5つ分ぐらいやるのがいいと思いますね。ステッチ5つ分ぐらいにしっかりとクリーナーを染み込ませてあげます。でもこの時点でも結構こんな感じで汚れ落ちてますね。で、このようにしっかりと染み込ませてあげた後、その後ですね、この綿棒の反対部分でですね、この染み込ませていた薬剤を拭き取るように空拭きをしてあげるんですね。汚れを浮かせた薬剤をですね、しっかりと取ってあげるような形で空拭きをしてあげます。一つ一つ丁寧にね、空拭きしてあげましょうね。さあ、ということで見てください、めちゃめちゃ綺麗になったでしょ。これビフォーと 見比べてください。これ全然違うでしょ。この時点でも鮮やかな黄色が蘇ってますよ。すごくないですか？もうこんなにですね、めちゃめちゃ簡単なんです。さあ、ということでこの調子でガンガンやっていきましょう。で、綿棒はね、汚れたら適宜交換してあげるようにしてください。まあ、大体ステッチ5個ですね、2セットぐらいやってあげた時に、まあ、交換してあげるといいと思います。5個ずつでその都度交換してあげちゃっても、まあ、全然大丈夫だと思います。さあ、ということで汚れが落とし終わりました。ということで見てください、こちらがビフォー、こちらがアフターになるんですけど、見てください、もう黄色の色の濃さが全然違うんですよね。まあ、この2の部分をさることながら、一番違うのはこのサイドのところ、このサイドのところ全然違くないですか？もともとはですね、黒い色がついて結構くすんでしまったんですけど、こういったように濃い黄色に生まれ変わりました。こことか見てください、このつま先のところとか全然違うでしょ。どうした方が分かりやすいかな、見てください、このように全然違います。完全にでも黄色く復活しました。動画もそうなんですけど、写真で撮るとですね、本当に違います。ちょっと見てみてください、これもですね、全然違うでしょ。
やっぱりですね、このドクターマーチは代名詞でもあるので、イエローステッチがね、目立った方がやっぱりかっこいいので、やっぱり綿棒で軽く落とすだけでも、これだけ違うですね。さあ、ということでいかがでしたでしょうか。いや、見ました？綿棒をステーニブーバーにつけて、ちょっとね、こすってあげるだけで、あれだけ綺麗になるんですよ。やっぱりね、ドクターマーチといえば、その代名詞ともいえる、このイエローステッチ。このイエローステッチが綺麗に生えているとですね、靴の印象も全くガラッと変わってきますので、もう本当にステンリムーバーと綿棒、それだけあればこれだけ綺麗にできるんです。皆さんぜひぜひ試してください。さあ、ということでこのステッチの汚れの落とし方がいいなと思ったらグッドボタン、あとねドクターマーチ好きな方もぜひグッドボタンお願いします。あとですね、チャンネル登録してない方もぜひぜひチャンネル登録お願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。